バンダル戦争は北アフリカにおいて東ローマ帝国とバンダル王国との間で行われた戦争である。この戦争はユスティニアヌス一世による西方再征服戦争の最初の戦いであり、東ローマ帝国軍の速やかなる勝利に終わった。バンダル王国は滅亡し、北アフリカにおけるローマ帝国の支配が再建された。バンダル族によるローマ攻略。 ハインリヒロイテマンが、バンダル戦争関係地図と、警戒地トリポリタニアでの反乱。キレナイカより侵攻した東ローマ軍が属州を占領。ニサルデーニアでのゴダスの反乱。バンダル王、ゲリメルは鎮圧のための雑音率いるバンダル艦隊を発見。サンベリサリウス率いる東ローマ遠征艦隊がコンスタンティノープルを出版。ギリシャ、シチリアを経て、 アフリカへと向かう。533年6月から9月4日東、ローマ軍がバダミ先に上陸し、艦隊と並行して海岸線に沿ってゲリメル王の追跡を受けつつ、カルタゴへ向けて北上。両軍はアドデキムムで海戦。9月14日、ゲリメルはブラレジアへと敗走し、オ音の軍を呼び戻す。バンダル軍はカルタゴへ前進。ベリサリウスは出撃して、 トリカマルムでバンダル軍と海戦。533年11月から12月、東ゴート軍がリルバイウムを占拠。ゲリメルはパップア山地に逃れ、東ローマ軍に包囲される。ベリサリウスはヒッポーネでバンダル王室の財宝を接収ゲリメルが降伏。5世紀の西ローマ帝国総乱期にバンダル族はライン川を渡ってガリアに入り、 さらに同盟部族のアラン族と共に、イベリア半島にまで侵入していた。429年、バンダル王ガイセリックは皇帝と反目していたアフリカ総督、ボニファティウスの招きに応じて、彼の民と共に海峡を越えて、北アフリカに進出した。現地のローマ軍は、ボニファティウスの反乱と432年の彼の死によって弱体化しており、バンダル族はたやすく、 ローマ領を占拠できた。439年にカルタゴが占領され、続く20年間のうちにガイセリックはアフリカ艦区だけでなく強力な海軍を用いてシチリア、サルデーニャ、コルシカそしてバレアレス諸島を模試中に収めた。続く数十年間熟練したバンダル海軍は地中海全域を調領し、455年にローマ攻略を行い、 そして468年にはバシリスクス率いる東、ローマ艦隊を撃滅している。この敗北とバンダル海賊の跋扈は東ローマ帝国をひどく痛めつけ、さらにバンダル族の宗教政策が関係を悪化させた。バンダル族は熱烈なアリウスソ派であり、カトリック教徒の迫害を行った。だが、ローマ人にはバンダル王国に対して戦争を仕掛ける力がなかったため、 永続的な平和と呼ばれる平和的な関係を保つことになった。この状況は、西方領土回復を望むユスティニアヌス一世が即位することにより変わることになる。当初、ユスティニアヌス帝はペルシアとのイベリア戦争に暴殺されており、一方、バンダル王国でもカトリックに寛容で、親ローマ派のヒルデリックエウドキアが523年に即位しており、 東ローマ帝国との友好的な関係を築いていた。だが、彼の政策は、バンダル族の中から反発を受けており、ムーア人との戦いに敗れたことで、530年に、クーデターが起き彼の、上位のゲリメルによって敗位されてしまう。ユスティニアヌステイは、ヒルデリックの福井を要求したが、ゲリメルはこれを拒絶した。ユスティニアヌステイは、ゲリメルに対する懲罰遠征を決め、 532年にペルシャとの和平を成立させると遠征軍の編成に着手した。ベリサリウス・ラベンナ・サン・ビターレ制度、ユスティニアヌス帝は最も信頼し、かつ有能な将軍であるベリサリウスを遠征軍の司令官に任命し、参謀として官岸のソロモンをつけた。ベリサリウスの顧問にはカイサリア出身のプロコピオスがおり、後に彼が この戦争の記録を2巻の本にまとめることになる。プロコピオスの記述によれば、人々の間には468年の破局の記憶が残っており、東方道管区長官のカッパドキアのヨハネスを含む大臣たちの多くが遠征に反対し、ユスティニアヌステを説得しようとしたという。一方で、バンダル族を一旦と考える聖職者たちは、この遠征を熱心に支持した。 バンダル族戦士の勇猛さを恐れる世評にもかかわらず、遠征軍は驚くほど小規模だった。5万人の兵力を有し、動員時には16万人にもなる、バンダル軍に対して、東ローマ帝国の遠征軍は、ローマ人、不評1万と同盟部族の騎兵5000からなる1万5000に過ぎず、これには、ベリサリウスの士兵である、ブケライオス軍のローマ人を呼び、 同盟部族の騎兵3000そして紛族400人とへルール族600人の騎馬救兵が含まれている。遠征軍は92隻の戦艦に護衛された500隻の戦団で輸送される。この時のバンダル王国はトリポリタニアとサルデーニアでの反乱に直面していた。トリポリタニアの反乱は東ローマ軍に支援されており、アフリカにおける東ローマ軍の共闘歩になる恐れがあったが、 おそらくは遠隔地であったため、ゲリメルはこれに対する十分な対処をしなかった。ゲリメルは、王帝、札音に120隻の艦隊と兵五千を与え、サルデーニャ長官ゴダスの反乱を鎮圧するために派遣した。東ローマ艦隊の出版の前に、ユスティニアヌステイは、イタリアの東豪都王国の女王、アマラスンタからの協力を取り付け、シチリアの港の利用を許可させた。 遠征艦隊は6月にコンスタンティノープルを出港し時間をかけて航海をした。艦隊がシチリアに到着した時ローマ人たちにとって非常に幸いなことにバンダル海軍の主力がサルデーニャへ去っていたことが判明したとプロコピオスは述べている。バンダル王、ゲリメル9月上旬東ローマ艦隊は抵抗を受けることなくアフリカ沿岸へ進み9月9日にバダミ先に 上陸した。ここからベリサリウスは軍を北へ向け、艦隊と並行して、海岸に沿って、首都カルタゴへと兵を進めた。この進軍中、ベリサリウスは住民を敵に回さぬよう兵の規律を厳格にしている。ゲリメルは、東ローマ軍を迎え撃つべく準備した。彼は、全王ヒルデリックを殺害した上で兵を招集して、カルタゴの南方十マイルの位置にあるアドデキムムで敵を、 待ち伏せた。ここで彼は東ローマ軍を襲撃し、包囲殲滅する作戦を立てている。王帝アマタスが東ローマ軍の進軍を阻止し、老いのギバモンドスが兵に戦を率いて左側面を攻撃、そしてゲリメル自身が率いる主力軍が背後から攻撃して敵を包囲殲滅するものであった。だが実際にはバンダル軍の三つの部隊は、 この分身攻撃作戦を実行できなかった。9月13日、早く戦場に到着したアマタスは小部隊を率いて偵察に出た際に東ローマ軍後衛部隊からの攻撃を受けて戦死してしまう。ギバモンドスの部隊はブルガール族騎兵600の迎撃を受けて壊滅した。友軍の敗北を知らないゲリメルは主力軍と共に前進し、アドデキムムで、 東ローマ軍を敗走させるが、弟の死を知って驚愕した。彼は号泣して、弟の葬儀を取り行い、戦闘を停止してしまう。ベリサリウスは、この時間を利用して、兵を再編し、まとまりを書いた、バンダル軍を撃破した。カルタゴのローマ帝国時代の遺跡敗北を悟った、ゲリメルは、首都のカルタゴの守備隊が少なく、また城壁も損壊していたため、 残余部隊と共にヌミディアへ向けて西へ逃亡した。ベリサリウスは丸1日の休養を兵士たちに与えた。後に新軍を再開して、9月19日に市民の大歓声を受けつつ、カルタゴに入場を果たした。ベリサリウスの言命により、軍の規律は守られ、略奪は行われなかった。バンダル王国の王宮に本営を置いたベリサリウスは、ゲリメルの犯行を予測して、 城壁の修復を行わせた。実際、ブラレジアに逃れたバンダル王は直ちに王帝、殺音をサルデーニャから呼び戻していた。殺音は、反乱を起こしたゴダスを簡単に打ち取り反乱を鎮圧していたが、急ぎアフリカへ帰還した。殺音と合流したゲリメルはカルタゴに向けて兵を進め、町への水の供給を遮断した。また、彼は、 市内に工作員を送り込み、ベリサリウスの噴属部隊を買収しようとさえしている。裏切りによって、バンダル軍が市内に侵入することを危惧した、ベリサリウスはで戦を決意する。12月中旬に、両軍はバンダル軍の野営地から近いトリカマルムで相対した。東ローマ軍不評はこの日遅くまで到着せず、海戦はほぼ騎兵のみで行われた。東ローマ軍は繰り返し、 バンダル軍に突撃し、殺音を戦死させた。アドデキムムの際と同じく、ゲリメルは戦意を失ってしまい、バンダル軍は総崩れになった。数日後、ベリサリウスは、ヒッポーネで、バンダル王国の財宝を接収した。ゲリメルは、ムーア人の助けを受けて、ヌミディアのパップアヤマに立てこもった。ベリサリウスは、ヘルウル族に、これを包囲させ、3ヶ月の包囲戦の末に上に、 苦しんだ、ゲリメルは534年3月に東ローマ軍に降伏した。ゲリメルの降伏以前に東ローマ軍はサルデーニャ、コルシカそしてバレアレス諸島、マウレタニアとジブラルタル海峡の対岸にあるセプティムを制圧している。この年の夏にベリサリウスはゲリメルとバンダル王国の財宝を伴ってアフリカを出発しており、この中には エルサレム第二神殿の食台を、はじめ、80年前のローマ略奪の際に持ち去られたものも多く含まれていた。ユスティニアヌス帝は、過去のローマ帝国の栄光を意識し、イニシエに習いベリサリウスに凱旋式の許可を許可した。皇帝以外の市民による凱旋式は、紀元前19年のルキウス・コルネギウス・バルブス以来のことであり、同時にベリサリウスが最後となった。 凱旋式の最中、満面の栄誉に良くしている皇帝の姿を見た、ゲリメルは、コヘレトの言葉を引いて、空の空、すべて空と呟いたという。ゲリメルは、皇帝から所領を与えられて引退し、捕虜となった、バンダル兵は、対ペルシャ戦線へ送られた。バンダル戦争は予想外の迅速かつ完全な勝利に、終わり、帝国のかつての栄光を取り戻さんとする。 ユスティニアヌス帝の信念を確固としたものにさせた。それを裏付けるように、新たに属州に加えられた行政組織に関する法律の全文にはこう、書かれている。535年のバンダル戦争の勝利を記念した近代、または現代に制作された大型メダル。バンダル王国を短期間で滅ぼしたユスティニアヌス帝は、翌535年に、 イタリアの東強盗王国との戦争に踏み切った。この戦争でもベリサリウスが最高司令官を務め、一旦は東強盗ウィティギスを捕らえてイタリアを平定しかけたが、東強盗族は信号をいただいてすぐに再起し、戦争は20年近くにわたって続いた。最終的に帝国は553年に東強盗族を滅ぼすことに成功したが、 東ローマ帝国の国力は使い果たされ、後にイタリア半島の大部分をランゴバルド族に奪われることになる。一方、アフリカでは534年4月に同官区長官職が設置され、東ローマ帝国の行政機関と共に、かつてのローマの属州システムが再建された。続く数年間、アフリカ同官区長官と関区軍司令官を兼任するソロモンの下で、 アフリカにおける東ローマ帝国の支配は強化されたが、内陸部のムーア人との戦闘は続いた。ソロモンは一定の勝利は収めたものの、536年に東ローマ軍のアリウス派兵士たちが大規模な反乱を起こし、彼の仕事は頓挫させられた。この反乱は、最終的には皇帝のいとこのゲルマヌスによって鎮圧され、ソロモンは539年に復帰した。だが、 彼は544年にムーア人とのキリウムの戦いで戦死してしまい、アフリカはまたも危機的状況に陥った。ムーア人とベルベル人の反乱に東ローマ軍は苦戦し、有能なヨハネスとログリタ将軍によって548年に鎮圧されるまで続いた。これ以降、アフリカは比較的安定して繁栄を享受することになり、584年に 総督府が設置された。やがて、このアフリカ総督府からヘラクレオスが現れ、暴君フォカスミカドを打倒し、サーサン長やアバールを撃退して、帝国を救う働きを果たすことになる。だが、ヘラクレオスは、その晩年に、イスラム勢力との戦いに敗れ、シリアとメソポタミア、エジプトを失った。その後も、東ローマ帝国は、イスラム勢力の拡大を押し止めることができず、 7世紀中頃にキレないかとトリポリタニアを喪失する。カルタゴは697年にウマイヤ朝によって占領され、翌698年に完全に破壊されて歴史から姿を消した。ありがとうございます。